イーマンかな。これはどういうイーマンですか。まあ、ドラ表示牌にまず3万が1枚出てるっていうのが、もちろんあるんですけど、まあ、3万を引いても大した手じゃないですね。はい、まあ、引きづらいっていうのプラス、3万を引いても大した手じゃなくて、何よりもここでイーマンギャンマンと言って大きいのは、これもうね、仕掛けができるんですね。カンパッソーとかからチーっていう発信ができるんですね。だからこれ一見イーマン切りね、遠回りしてた、ってかイオン切るよな。トン切ってないよね。ちょっと怖い。いやでもね、これはね、E1 の方が早いんで E1 を切ります。これね、トン切った方が早いと思う方いるんですけど、これ勘違いです。トン切っちゃうとカンパッソの地位ができなくなるんで、遅いです、むしろ。できなくなるというか、できるはできるんだけど、これね、カンパッソを地位した時にトンがあるかないかでもう全然価値が変わってくるんですね。なるほど。約本一一通が見えてるんで、この孤立の厄介が残ってる価値がめちゃくちゃ高いんですよ。なんで、まあ、1枚見えてる3万匹には目をつむって、 E1 を切って、もうこっからカンパッソが出たらチーしていくと。でこのチーできる分で、このペンチャンを落としていくスピードのロスは全然似合ってるってことですね。カバーできるっていう感ああ、じそでこすそね。似こ、カ合うバとーがいうね。か、スピードのロスをカバーできると。なるほど、なるほど。ここでトン切ってパッソーが仕掛けられないよりも、イーマン切ってパッソー仕掛けられるっていう部分でスピードがカバーできるってことですね。でこれは絶対仕掛けるべきです、パッソーとかは。いや、トン切っちゃうな。なるほど。で、まあ、裏目の3万引いたら、さすがにそれはね、2差しとか数万ドラであったりするんで、まあ、それはもう本一見切ってってなるんですけど、一旦ここはイーマンでいいかなっていう感じでなするほね。ど。引いとるやないかい。早速。これは。そしてアライグマラスさん、スペシャルでございます。オカピによろしくお伝えください。ありがとうございます。受けたまりました何をよろしく。いや、何をというか、いや、よろしくっていうふうに。ああ。何をよろしく 何をっ何て、をよろしくお伝え。何をよろしくって、いや、よろしくお伝えくださいって言いません、言葉として。おお、なるほど。何をかなと思って。何をとかないですね。アライグマさん、何をすか。本当に。元気ですかということですね。ということで。で、リラクゼーションなんとかさん、オカピによろしくと、よろしくお伝えください。何を。何を 毎回。何を。